総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型対策のポイント。本動画では高校1年生、2年生での取り組みについて解説いたします。本動画での解説を担当いたしますのは神尾裕一郎でございます。私は慶応義塾大学総合政策学部に栄養入試で合格を果たし、以後20年以上にわたって総合型選抜、学校推薦型選抜の公募型のですね、指導を続けております。またこちらのですね、小論文をはじめとした総合型選抜、学校推薦型選抜のですね、に関わる参考書をですね、世に送り出し、またディベートのですね、監督として論理的コミュニケーション力のですね、指導にも携わっているということから、皆様ですね、この総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型での合格を目指す皆様のですね、お力になれる指導ができるというふうに自負している次第でございます。さあ、それでは改めてですね、高校1年生2年生の取り組みということで、今こそやるべき7つのことということで、7つですね、皆さんにご紹介したいと思います。1つ目、将来の方向性と大学での学びの構想を固めていくということですね。で、これどういうことかと申しますと、その総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型においてはですね、大学で、志望する大学でどういった学びをに取り組みたいのかというのが明確でなくては合格できません。さらにその学びというのは将来ですね、自らがどのような形でですね、この社会に貢献していきたいのかと、そういったビジョンとですね、またつながるものではなくてはいけないと、この辺をですね、きちんとアピールできるようになるための、準備というかね、そういった部分を高校1年生2年生で取り組んでいただきたいということです。具体的には志望する分野に関する書籍を読んだり、実際に働いている人に話を聞いたりしていただきたい、そういったことでですね、今その志望する専門領域が抱えている課題ってどういったものがあるのかなと、それを踏まえて、自分はですね、どういった形で、その課題に向き合えるのかな、社会貢献できるのかな、そしてその課題を克服していくということ、解決していくということがこの社会にとってどういった意義を持つのかなと、言った点についてですね、認識を深める大切な時間としてですね、高校1年生からですね、この2年間しっかりですね、向き合っていただきたいと思うわけです。2つ目、総合的な探究の時間に力を注ぐと。これ高校でですね、総合的な探究の時間というですね、そういった時間が設定されるはずなんです。で、ここでのですね、その取り組みをないがしろにしてはいけません。将来の方向性と大学での学びの構想に直結する研究課題を取り上げてください。中にはですね、面倒だなと思ってですね、ちょっと自分の興味関心があるようなテーマを取り扱って、お茶を濁すような人がいるんですけど、それはダメです。それでは何の役にも立たない、この総合型選抜、学校推薦型選抜、公募型に向けた材料にならないんですよ。大変であったとしてもですね、ここは、自分の将来のイメージ、大学での学びにつながるものをこの授業で取り扱うようにしてください。何かしらのつながりがあるようにしていただきたい。これがですね、先々大きなポイントになります。ここでの学びをさらに深めたいというような説明もできますし、そもそもですね、その大学に入ってからの、研究のですね、予行演習的なものでも位置づけられますので、ここは逃げないでほしいと強く訴えたいと思います。3つ目、オープンキャンパスに参加するということですね。受験候補となりそうないくつかの大学に足を運びましょう。まだ一本、仮にもうここしかないっていうふうに思ってたとしても、そうやってその考えをですね、凝り固めずに、そんなにまだね、高校1年生、2年生の段階であればすぐってこともないんですから、その視野を広げるという意味でもですね、受けてもいいかなとかね、ちょっと面白そうだなと思うぐらいの軽い気持ちでいいんです。ぜひ行ってみてください。非常にですね、多くの学びが得られるはずです。多くの学びというのは、実際に出るのですね、その大学での学生さんの表情であるとか、先生方の様子であるとかね、あとは大学全体の雰囲気っていうことも、やっぱりこれはね、現地に行くからこそつかめるもんですから、ぜひですね、足を運ぶということをね、やっていただきたい。これはやはりそのオンラインでですよ、その動画のようなものが、オンラインイベントがあったとしても、
まあ、もちろん全部行くのは大変なんで一部オンラインを見ていただくのも活用いただくのも多いに結構なんですが、やはり行けるようであれば現地に行くということで、やはりその現地に行くということは実際自分が通うっていうことを考えてもね、その交通機関とかね、駅からの距離とかね、そういったものを見るったって意味もあるわけですから、まあぜひ可能な限りね行っていただくようにしてほしいと思います。4つ目、アピールできる実績や活動を積み重ねるということですね。この学校推薦型選抜公募型総合型選抜においては、基本的に高校時代の実績や活動しか評価の対象になりません。中学までの実績というのは、まあ、高校に取り組みの前提として言えることはあっても、中学の実績単体では評価されません。ですのでコンテストやボランティアの参加、検定や資格の取得というのは、まさにこの高校1年生2年生の時に取り組むべきことです。ここが勝負なんですね。高校1年生はですね、とはいえその、まあ、例えばコンテストとかであれば高校2年生や3年生とですね、まあ、同じ場でとなるとなかなか難しいですね。その高校成績を収めるの難しいかもしれません。いいんです。まあとにかく経験を積みましょう。結果は2の次3の次です。勝負は高校2年生ですね。高校2年生の時に大学出願時に記載できるような結果を残す、これを目指して高校1年生の時からやっていくってことです。とにかく結果にこだわらない、恥ずかしがらない、やはりですね経験をすることによって得られることっていうのはもう全然違いますから、ただ見てるだけのお客さんではなくてですね、自らが取り組む、予選落ちだっていいんです。とにかくまずやってみることによって、その後、予選を突破した人たちの、取り組みを見るって言ってもですね、もう全く捉え方が変わってきますから、ああ自分にはどういったところが足らなかったんだっていうことを認識するためにもですね、ぜひぜひ高校1年生の時からですねチャレンジしてほしいと強く願います。でまたまあ、できればですね個人の実績としてきちんとアピールできるようなものがより望ましい、まあ、例えばチームで取り組むようなものであるならば、そのチームの中で自分がどういう役割を果たしたのかっていうのは客観的にですね示せるようなものが望ましいですね。ただ単にチームとしてやったということでその結果でしたというだけだと、まあ、そもそも書類に書くことはできても、まあ、その条件を満たすものとして認められないという場合もあるので、まあ、可能ならば個人として出られるものをやっていただきたいなと思います。でですね、コンテストの結果によってはですよ、一次選抜が免除されるっていうような場合もあります。また英語などの検定結果がないと今度は逆に出願できない場合っていうのもあるので、まあ、これもね要注意なんですね。ですからその志望する大学学部学科がもう定まってるようであれば、当然今年の出願するわけじゃないんだけれども、その募集要項ですね、目を通して、あ、こういったことが求められるんだなっていうのを念頭に置いてですね、この高校1年生2年生からやっとくってことが大変重要です。もちろん皆さんが最終的に受験する年の要項は変わってる可能性もありますが、大規模な変更であればですね、事前に通告がされます。本当に大きいものであれば2年前とかに通告もされますので、まあ、ですので大きくは変わらないんですね。ですからその大体こういったものが必要とされるんだなってイメージを持って取り組んでいることは何らマイナスになりません。さらに上を求められる場合はあるかもしれませんが、それより下でいいってことはないので、ぜひぜひやっていただければ、まあ、場合によっては他の大学でも役に立ちますからね、ぜひ参考とするべくですね、募集要項今年のものでいいんです。皆さんの先々の後で出てきますけども、今年のもの、現段階のものにですね目を通していただくことは十分に意義があるということを覚えておいてください。でですね、まあ、先ほど申し上げたその英語等の検定であれば、まあ、最低2級は取っておかないと、まあ、ちょっとどうにもならない、ですね、高校卒業レベルですから、やはり2級レベルのもの、まあ、英検じゃなくてもいいんですけども、この英検でいう2級レベルのものは、取得しておかないとアピール、まあ、アピールというか条件すら満たせない場合があります。難関大学志願者だったら準1級欲しいですね。やはり2級と準1級だとだいぶ印象が変わります。もちろん出願要件で準1級レベルが求められる場合もありますので、まあ、そういった点でですね、その準1級目指せるなら目指しておいてほしいなというところです。
続きまして、5つ目ですね。与えられた条件を踏まえ、質問に対して的確に応答する能力を高める。これどういうことかと言いますとですね、この与えられた条件を踏まえて質問に対して的確に応答する能力というのが様々なんですね。この総合選抜、学校推薦型選抜、公募型における、試験項目の中で、必要とされてくるんですね。例えば、課題や条件、質問に込められた相手の意図を把握するための理解力、小論文の問題とかですね、もしくは面接なんかでもですね、こういったもの、何を答えなきゃいけないのかなっていう理解する力っていうのは必要になりますね。続いて、相手が納得できる筋道を立てられるようになるための論理構成力。今度は聞かれたことに対して答えていくということなわけですけれども、その答えるにあたってですよ、皆さんのことをよく知ってる人が、皆さんの書類を読んだり、小論文を読んだり、面接を担当したりするわけじゃないわけですよね。全く縁のない方に、皆さんの考えを伝えるということで考えるならば、やはりそれはですね、その筋道の立ったですね、第三者が見て、疑問が生じないような文の組み立て、文章の組み立てができなければ、やはりそこはですね、思いがきちんと伝わらないことになってしまいますので、そういった論理構成力を磨いていくことは必要です。さらに、提出書類や小論文の記述に必要となる文章力。これはその、先ほどの論理構成力の部分が今度文章に特化した場合ですね、これはやはり数を積み重ねていくことによって、上達していきます。やはり学校のですね、その授業なんかでもですね、課題なんかでも出されていくでしょうから、積極的に取り組んでですね、添削を受けていくことが重要ですね。さらには面接などで自分の意図を的確に伝えるためのコミュニケーション力。やはりね、場数を積んでいくってことが重要です。面接をね、なかなか高校1年生高校2年生で面接を受ける機会っていうのはそんなあるわけじゃないでしょうけれども、その何か人前で発表するような機会というのは、自らが望めば得られるはずなので、ぜひですね、積極的にやっていっていただきたいなと思います。やはりその辺のその慣れというのがね、自信にもつながってきますので、やはり失敗を恐れずね、ぜひそういった機会を逃さずですね、コミュニケーション力を高めていっていただきたいと思います。で、このコミュニケーション力という点においては、どのような言葉を用いてということのみならずですね、どのような内容を伝えてというのみならず、例えばこの私のようなこのジェスチャーであるとかですね、あとは話し方ですね、その間の取り方であるとか、声の大きさであるとか、抑揚であるとか、さらには表情ですね、力強い目線であるとか、もっと言えばですよ、その笑顔一つっていうのもすごく大切なわけです。やはりそれをですね、そのマスクをしてですね、覆い隠して、縮こまっているようでは、十分伝わりません。どんなにですよ、ハキハキとしていたって、やはりそれはそのマスク越しであれば声も遮られてしまいますしね。だからそこはもうその、自らをですね、きちんとさらけ出してですね、きちんとその伝えるというような訓練というのは急にはね、なかなかできないでしょうから、ぜひですね、そういったそのどのようにしたら伝えられるのかということをですね、場数を踏んでですね、積み重ねていってほしいなと。そういった中でコミュニケーション力は高まっていくのだということをですね、よくよくご理解いただきたいと思います。6つ目、定期試験や一般選抜、大学入学共通テストに向けて学力を高めるということです。で、これですね、特に定期試験ですね、この高校1年生からの評定平均が選考基準になる場合というのが少なくありません。ですので、最後頑張ってももうどうにもならないっていう場合もありますから、でそれはね、なかなか高校1年生段階で学校の先生が、強く言ってくださるわけでもないので、学校の定期試験、適当にせずにですね、しっかり取り組んでください。さらにですね、大学の専攻に直結する科目には特に力を入れましょう。特に理系分野であるならば、高等諮問という形でですね、その高校での学びがきちんと理解できているのかというのをですね、試験のような形で、面接形式でですね、問われていくと。で、それに対してスムーズに答えられるかどうかというのを見るというタイプのですね、面接を行われるところ少なくありませんので、特にですね、その専攻に直結する科目はやっていただきたいということですね。で、またですね、一般選抜で再挑戦する可能性も残しておきましょう。皆さんの目的は大学に、本当の目的は将来活躍するため、その手前として、大学に入るってことがあるわけですけども、
大学に入るための手段なんですから、総合型選抜だって学校推薦型選抜公募型だって手段なんだからってことを考えたら、一般選抜で入ることだって全然問題ではないですよね、入れるんだったら。その可能性を花からですね、高校1年生の段階から放棄するのはあまりに惜しいです。ぜひですね、そういった可能性を広げるためにも勉学に励んでください。さらにこの大学入学共通テストに関しては、そもそも総合型選抜や学校推薦型選抜公募型のですね、最後の判定基準になる場合もありますので、とにかくですね、座学をないがしろにしないということはよくよくご理解いただきたいと思います。そして7つ目ですね、部活動や校内活動に取り組むということです。でこの部活動校内活動での実績というのは、まあ、かつてに比べると高く評価されるわけにはならなくなってきてるんですけれども、まあ、とはいえですね、部長副部長とか首相副首相とか会長副会長委員長副委員長何かしらの役職についていて、そしてですねその、まあ、ある程度リーダー的なポジションでその関わりを持つ人々の多様性を生かしながら共同性みんなで力を合わせて何かのプログラム何かの課題解決に取り組んだという、まあ、そういった経験はですね、これはね総合型選抜でも学校推薦型選抜公募型でも、きちんとアピールできる材料になりますから、まあ、そういったことにつなげられるような形で取り組んでおくと、まあ、さらに望ましいかなと思います。まあ、私個人の意見としてはですね、その部活動や校内活動というのはなんかその総合選抜のためにとかね、学校推薦型選抜公募型のためにみたいな、小さな視野ではなくてね、本当にその高校だからこそ味わえる、貴重なかけがえのない経験だし、もっとその先々ね人生にわたって得られる学びもすごく多いので、私個人としてはね、まあそういったそのまあ、なんていうかその打算的にならずに取り組んでほしいなと思うんですが、まあ、しかしまあ、総合選抜学校推薦選抜公募型で直接的に役に立つかと言われると、かつての栄養入試推薦入試に比べると、まあ、その重要度はちょっと下がってしまっているので、まあ、これを生かそうと思うのであれば、今申し上げたような、役職について多様性共同性というのを意識した活動をしていくということが望ましいということになります。ということでまとめです。今回高校1年生2年生向けにですね、今こそやるべき7つのことということを示しました。1、将来の方向性と大学内の学びの構想をまとめて固めていく。2、総合的な探究の時間に力を注ぐ。3、オープンキャンパスに参加する。4、アピールできる実績や活動を積み重ねる。5、与えられた条件を踏まえ質問に対して的確に応答する能力を高める。6、定期試験や一般選抜大学入学共通テストに向けた学力を高める。7、部活動や校内活動に取り組む。これら全てがですね、その皆さんの総合選抜学校推薦型選抜公募型の合格につながる、まあ、貴重なですね財産になってきますから、いずれもですねないがしろにすることなくですね取り組んでいただきたいと思うわけでございます。以上をもちまして高校1年生2年生の取り組みの解説を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。